雲男は江戸川乱歩の表した推理小説である。講談クラブ2929 29年8月から1930年6月まで連載された。乱歩による通俗者の代表作とされる。初期は主に和服姿で犯罪探求者、猟奇の徒という側面を色濃く残していた明智小五郎は一寸法師での様相の探偵へのモードチェンジに続き、 本作では、陽光帰りを経て、さらにヒーロー化、以降は、異形の怪人たちと対決する正義の味方としての、キャラクターが定着する。東京の Y 町に開店した、小さな美術商、稲垣商店へ、事務員としてやってきた、里見吉江は、店長の稲垣平蔵と出かけたきり、行方不明となる。稲垣の正体は、青ひげになぞらえられる、殺人鬼。 熊男だったのだ。やがて、吉江は、石膏像に塗り込められたバラバラ死体となって、発見された上、吉江の姉であるキヌエも殺害されて、水族館の水槽に浮かべられてしまう。この事件を調べていた、私立探偵の黒柳智介博士と助手の野崎、サブロ青年は、熊男が吉江に似た女性ばかりを狙って、殺人を行っていると考え、 警視庁の並越警部と共に捜査へ乗り出す。新映画社制作、大英配給で1958年に公開された。新映画社が制作した最後の映画である、殺人鬼雲男と雲男の逆襲の二部構成。主演の藤田進は、一寸防止以来10年ぶりに、明智心を演じた。ありがとうございます。